もう 3.8 に届くかどうかわからないもうギリギリの状態だったので、じゃあ自分だったらどんな生物規範型ロボットを作りたいかっていうことを考えて、コスコス副塾長の西村です。本日は中央大学理工学部に合格した浦田さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介からお願いいたします。中央大学理工学部精密機械工学科に自己推薦入試で合格いたしました浦田和樹と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日はですね、浦田さんに中央大学の自己推薦についていろいろと詳しく聞いていきたいなというふうに思っております。まずはですね、自己推薦で必要だったもの、合格するまでにやったことっていうのを全て教えていただけますか。まず一次試験の段階で書類の提出っていうのがあるんですけれども、そこで志望理由、自分のアピールしたいポイント、大学に入ってやりたい研究というのを500字以内にまとめるっていうことがあります。でそこから二次試験の対策でプレゼンテーションを使って自分のアピールと自分の研究したい内容をまとめて、一次試験で創作課題というのがあるんですけれど、自分の考案した機械を書いたりとかするテストみたいなのがあります。で最後面接では、そのプレゼンテーションや一次試験で出した志望理由書、あと筆記の創作課題、数学と物理の問題に対しての質問がされるという形です。ではですね、まず最初に一次試験の書類の方から詳しく聞いていきたいなというふうに思うんですが、書類を提出する際にですね、必要だった出願要件として評定平均というものがあったと思うんですけども、この中央大学理工学部は評定平均どのくらい必要だったんでしょうか。まず2つありまして、1つ目が全教科 3.8 以上、2つ目としては数学と物理に関しては評定平均 4.0 以上という形。なるほど。ということは浦田さん自身は数学と物理というのは得意科目だったということでしょうか。いえ、全く得意ではありません。そうだったんですね。3年生になるとすごい難しいので、 1,2 年のうちに数学物理の評定を稼いだという形になっていると思います、でそこからまあ頑張って全教科 3.8、 数学物理は 4.0 以上を目指して頑張ったということですね。そうですね、はい。浦田さん自身の実際の評定平均っていうのはどのくらいだったんですか。もう 3.8 に届くかどうかわからないもうギリギリの状態だったので、ただ自己推薦入試を受けるっていうのを決めたのが大体9月1月ぐらいだったので、そこを意識してから結構中間と期末は前よりも努力するようにして、何とか 3.8 に持っていった。学校の方でも努力をしたということですね。さあ続いてなんですが、書類の内容について、これは自己推薦書ということなんですけども、実際どのような工夫をされましたか。自己推薦書では絶対自分の中でこれ面白いだろうっていう研究を、自分一人ではそういった研究って考案できないので、いろんな人に自分のアイデアっていうのを聞いてもらって、その上で本当にこれやってみたい、ワクワクするっていう研究を見つけた瞬間に、これに必要なものとかアピールすべき内容とかっていうのが後からどんどんくっついてきたっていう形ですね。なるほど。まずは自分の中でアイデアを出すことが第一だったと。そこからまあそのアイデアが誰に対してもワクワクするものなのかっていうのを人に聞いてみたっていう感じですかね。そうですね、はい。続いてですね、書類の内容をさらに深掘りしていきたいんですが、中央大学の自己推薦書っていうのは他の大学の推薦入試とはちょっと特殊といいますか、自己推薦書が短く書かなきゃいけないんですよね。ですので、まあ、そこをどうやって工夫したのかっていうのも聞いていきたいなというふうに思います。併願校を自分は受験していまして、こちらが中央大学よりも前の日程で試験があったんですけれど、そこで1500字以上自分の研究したいことと、あと自分のアピールしたいポイントっていうのを書く機会がありまして、なので中央大学の入試では字数をそこから削っていき、完成まで持っていったという形です、まあ、対策としては、まずは長くてもいいから自己推薦書いてみると、そこからいい部分っていうのをかいつまんで書いていくと500字になるよというような形ですかね。そうですね、ありがとうございます。ではさらにですね、これは聞いていきたいのが、どんな内容を書いたのかっていうところも聞いていきたいなというふうに思います。はい、内容としてはまず自分のその学校に入って研究したいことっていうことから書き始めたんですけれども、自分の入りたいその研究室がありまして、そこでやられているのが生物規範型ロボットっていうものなんですけれど、自分だったらどんな生物規範型ロボットを作りたいかっていうことを考えて、自分の好きなその生物っていうのを取り込んで、この研究がどういう応用先が考えられるかっていうところまで考えて、一つの研究テーマっていうのを自分の中で設定して、それを書類の中に書き込んだっていう形
形ですね。あと自分のアピールしたいポイントとか大学に志望したい理由っていうのは大学のアドミッションポリシーに寄り添って自分がここでどういうふうにこの研究で貢献したいかっていうことだったり、自己アピールについては観察力と粘り強く遂行する力っていう2つのことを挙げたんですけれど、まあ、これが生物型ロボットを作るにも役に立ってくれるという形で書かせていただきました。なるほど、まあ、実際にその研究をする際のまあ意欲だったりとか自分の学問に対する適性みたいなものをアピールしたということですね。そうですね。ここまで一次試験のについて聞いていきましたが、次の動画では二次試験について詳しく聞いていこうかなというふうに思いますので、次の動画もご覧ください。それではありがとうございました。ありがとうございました。コスコスでは中央大学の入試に特化した対策を行っております。どうしても中央大学に合格したいという受験生は無料個別相談会にご参加ください。ではありがとうございました。